おいルバーブ、ルバーブ、おい。セロリだよ、ルバーブじゃない。ルバーブ大ぐらいなんだって。は、なんでもセロリと食っちまうんだろ。我々はセロリ、先ほどから何度も言ってるがルバーブではない。まあどっちにしろ茎の塊だろ。バカは相手にするだけ無駄。ケーキの上のろうそくでも数えてた方がマシだね。ろうそく、茎の間違いだろ。おいグレープフルーツ、何の用だよ。なんだ、キッチンは自由だろ。俺がここにいたって問題はない。自分の家で友達作れよ。何、チビリンゴ坊主からメモ受け取ってないのか。メモ、何のことだ。伝言が書いてある。それから僕は小ぶりなリンゴ。イエーイ、 You got the mail。 おお、なんて書いてある。宝くじでも当たった。うん、ヨーヨーヨー、道端に生えてる雑草ども。よくわかんねえけど早く読めよ。今まさに読んでるんだけど。マジか、気が触れたのかと思った。めえ、おつむの足りないお前らへ、俺様がキッチンへお引越しだ。すべての果物はキッチンへ集合して挨拶しな、グレープフルーツ。へへへへ、よ同居人、二段ベッドは上がいいか。その後俺は準備運動の後に階段で有酸素運動したんだ。締めはサウナで筋肉をほぐした。ところでそのデブは誰だ。ああ彼はグレープフルーツ、パッションフルーツに惚れてその後切り刻まれた。切り刻まれた。そう、大きなナイフで。あ、その後怪物になった。今すぐここから逃げ出したい。おいロウソク、ケーキはどうした。お前のそのジョーク4回目だぞ。細かいこと気にすんな相棒。ああなあ、なあセロリ、なあセロリな。おい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 、オレンジ任せとけ。おいなんだよ。おいセロリ、よく聞け。なんだ。ナイフ。おい、なんてな。全然面白くないぞ。そうだ、ナイフがないときにナイフなんか言うな。そうだ、ダサいぞ。なんだこのリンゴは、生まれたての赤ちゃんかな。僕は小ぶりなリンゴ。聞いてたかオレンジ、あいつは赤ちゃんだ。お前はリンゴだ。おやおや、時代遅れのオレンジには状況がわからないのか。うん、僕もジョーク大好きだよ。ああ、こいつはなんだ、毛玉か。そいつはマシュマロだよ。マシュマロだと、クリームの塊だろ。ちょっとマシュマロバカにしないで。哺乳瓶でも噛んでろ赤ん坊。僕は本気だよ。世の中には絶対やっちゃいけないことがある。それはマシュマロを怒らせること。そうなの、この砂糖の塊が。イエーイ、ウサギになりたい、ウサギになりたい。ウサギ、お前はどう見ても月見団子だ。おお、そうか、面白かったか。別のジョークを言おう。ウサギ、そうかい。イエーイ、うるせんだよ。マシュマロが絡み出すとヤギよりも騒がしいからな。ヤギがいるの、イエーイ。キャンディーと首にはめるやつどう用意しなきゃ。黙ってるオレンジ、俺様がしつけの見本を見せてやる。おい、エアバッグ、これを見ろ。おう、ユニコーンのお姫様の写真。そうだ、だがこうすると綺麗なキャンプファイヤーに早変わり。ユニコーン、お姫様。ああ知らないよ、忠告したのに。レモンじいちゃん、ここからできるだけ遠くに全速力でかとばして。ジェロニモ、一線を越えちまったな。なんだこの UFO がわからないのか。もしもし、君たちの知り合いの様子が変だな。わお、マシュマロがプッツンしそう。よう、みんなこんなところでどうした。よなし、グレープフルーツが、まあ、あなるほど、いつものマッスル自慢か。そうじゃなくて、マシュマロを切れさせた。一体なんでそんなことに。この声はオレンジ。あ、やりすぎ。